レオポルド・エドアルド・ロペス・メンドーサは、ベネズエラの政治家。2000年から2008年にかけて、チャカオ市市長を務めた。ウゴチャベスやニコラス・マドゥロの反米左翼政権に対する反体制派で、野党連合民主統一会議に参加する、中道政党大衆院首党を創設した。2014年に、反政府デモを先導したとして投獄された。2017年からは、 自宅南京に切り替えられた。2019年4月30日に南京状態を逃れてスペイン大使皇帝に移った。現在もスペイン大使皇帝に滞在している。2019年に暫定大統領を宣言したフアングアイドは彼の弟子として政界入りした人物である。1971年4月29日にベネズエラ首都カラカスの名家に生まれる。 母、アントニータ・メンドーサ・デ・ロッペスは、農業省、エドアルド・メンドーサ・ゴイッティコアの娘で、巨大、メディアシスネロスグループの重役だった。父のレオポルド・ロペス・ギルは、レストラン経営者で、エルナシオナルの編集委員だった。母方のメンドーサ家は、ベネズエラ屈指の名門家であり、彼はベネズエラ第一共和国大統領クリストバル、メンドーサの直系子孫にあたる。また、 ベネズエラ第二共和国、ベネズエラ第三共和国、大コロンビア大統領シモンボリバルの姉、フアナボリバルパラシオスの直系子孫でもある。父方の祖父レオポルドロペス・オルテガと、王子ラファエル・エルネス・トロペス・オルテガは、サンバーナーディの中央病院の創設者として、著名内者だった。ラファエルは、エレアサル・ロペス・コントレイラス大統領の下で、教育省も務めていた。 アメリカ合衆国、ニュージャージー州のハンスクール・オブ・プリンセトン、オハイオ州のケニオン大学、ハーバード大学大学院のケネディスクールを卒業し、1996年に公共政策修士を取得した。1996年から1999年にかけて、プット・フ・ッサでアナリスト、コンサルタントとして働いた。またカトリカ、アンドレス・ベジョ大学経済学部で、 制度派経済学の教授を務めた。学生時代の1992年に、フリオ・ボルヘスラと共に、中道派政党正義第一党の共同創設者となる。後に、正義第一党を去り、正義第一党より左寄りで、社会主義インターナショナルに加盟する、中道政党大衆院主党を創設した。2000年に51%の得票を得て、ジャカオ氏の市長に当選。 2004年の選挙でも81%の得票を得て再選された。しかし2008年4月には検察の裁定により汚職を働いたとされて11月の市長選挙に立候補することを禁じられた。この時、ロペスの他にも数百人の政治家を対象に立候補禁止が行われたが、そのうち80%が野党の政治家だった。立候補を禁じられた。 政治家の中でも特に著名な政治家だったロペスは最低に意義を唱えた。ロペスは、ウゴ・チャベス政権が地方選挙に野党が勝利しそうな情勢なので政治弾圧を強行したと批判した。ロペスは、米州人権委員会に提訴を行い、勝訴したものの、ベネズエラ最高裁は、その判決に従わなかった。2009年12月5日には、大衆一党を創設し、 エリート間の合意や交渉によってではなく、ボトムアップからの新しい多数派を形成する。長い道のりだが、これが、私たちの勝利の唯一の道であると述べた。極中のロペス2014年2月12日以降、首都カラカスを中心に、国中で、ニコラス・マドゥロの退陣を求める抗議デモが発生。ロペスは、反政府デモを先導したとされて、2月18日に、 逮捕され、2015年に国家先動罪で14年近い禁錮刑を受けて、軍刑務所に投獄された。この判決の際、ロッペスは裁判官に有罪判決ならば、判決を聞く私よりそれを読み上げるあなたの方が恐怖を感じるはずだ。あなたは、私が無実だと知っているのだからと述べたという。獄中の夫に代わって、妻のリリアン・ティントリが、 反政府デモの戦闘に立つようになった。メディアを再生する自宅軟禁に切り替えられ、刑務所から出所した際のロッペス。支持者のシセプエデコールに答えて2017年7月に健康上の理由として釈放され、自宅軟禁に切り替えられた。政治犯の象徴だったロッペスを釈放することで、 政府批判の高まりを和らげたいというマドロ政権の意向が働いたと見られている。しかし、同年8月1日には全カラカス市長、アントニオレデスマと共に再度拘束された。ロペスがその直前にインターネットに投稿した動画の中で、マドロ氏の狙いは民主主義を転覆し国民に絶対服従を強いることだと抗議を呼びかけていたためとみられる。 8月5日には再度釈放され、再び自宅軟禁となった。2018年には、ノーベル平和賞にノミネートされた2019年1月に、暫定大統領に就任宣言したフアン・グアイドは、ロペスの弟子として、正解入りした人物である。2019年にロペスは、グアイドを国民議会で、大衆一党を率いる指導者に指名した。 2019年4月30日に自宅南京を逃れてチリ大使館に身を寄せ、その後スペイン大使館へ移った。チリ外相に売ればロッペスは亡命を望んでいるわけではないという。マドゥロ政権はスペイン政府に対してロペスの身柄引き渡し請求を行ったが5月2日にスペイン政府はいかなる状況においてもレオポルド・ロペス氏をベネズエラ当局に引き渡すことも 大使皇帝を立ち去るよう求めることも想定していない、と、身柄引き渡しを拒否する声明を出した。マドゥロ政権は、ベネズエラ情報機関、セビン長官マヌエル・クリストファー・フィゲラがロペスを解放した人物と見て、フィゲラを解任した。これに対して、マドゥロ政権交換に、経済制裁を課している、アメリカ政府は、5月7日にもフィゲラについて、経済制裁を解除した。 2020年10月23日にスペイン大使館を離れ、コロンビアに入国、その後スペインのマドリードに向かう。ありがとうございます。